さあ次です。キャリーレッドカーペットで奇跡のツーショット。ミニオンズなどを手掛けるユニバーサルスタジオの新作アニメーション映画シングのワールドプレミアがロサンゼルスで行われ、キャリーパメパメさんが出席しました。今回この映画で忍者リバンバンなどの曲が本編に収録されたことから参加が決まったキャリー。レッドカーペットでは映画出演陣とツーショット連発。さらになんとあのスティービー・ワンダーとキャリーのツーショットが実現。映画は来年3月公開です。